まああれはあれで迷惑なんですけどもあれのおかげでですね、宮崎駿の映画には魔法の粉がかかっているわけですねマジックパウダーがあの、ティンカーベールが振りかける魔法の粉みたいなので、あれでなんか全体の飛翔感というか飛んでる感じというかですね、素晴らしい感じが出てるんですけど今回それがねまあほぼないんですね。あのね行ってみまましょう。えーまあ、なので純粋にですね、楽しめるエンタメだけを求める人には正直言ってちょっと向いてない とは思います。これ、ね、である程度難しい映画というふうに覚悟を決めたらじゃあ見に行けるのかとえー、っとね予備知識ゼロで僕は見てほしいと僕は思うんですけども正直しんどい人が半分ぐらいいると思いますそういう人のためのですねまあまああのいや私はそういうガイドラインいりませんまっさらな状態見たいという人はですねここまでで終わってくださいここからはガイドラインを出します。えー、というで、でガイイドラインですね。なんでこの 絶賛と不満が出るのかですね。えー、つまり分かるっていう人と分からないという人がいるんですよ。こんなのね。ジブリ映画でこれまでないんですよね。で、あと面白いと面白くないという人がいるんですよ。で、この4つの要素が組み合わさって完走できているんですけどもですね。あの、絶賛の人の中心意見はですね。これですね。あの分かったから面白い。こういう人もいるんです。 で分かったんだけどこれ面白くねえよと分かんないから面白くないじゃないですよ分かったんだけどやりたいことは分かったテーマもよく分かったけどこれつまんねえよという人もかなりいてこれ否定の、ね、中心圏これだと思います。で分からないし面白くもない。 こういう人たちはね、あの、割と、あの、発言しないんですよね。S. N. S. でも、何でもですね。なんか、わからないっていうことがですね。えー、恥ずかしいというかですね、自分が足りないからかなと思っちゃって。だいたいこういう人無言になっちゃうんでですね。あの、否定している人はね。あの、やりたいことわかるけど、これ好きじゃないよとかですね。な、何がなんだか、ちんぷんかんぷんなんじゃこれって言ってる人が多いんでですね。なんか、この三つの意見だと思います。で、おまけに、これにですね。 すごいとすごくないという軸も入るんですよ。すごいすごくね。つまりあの分かったし、面白いけどすごくないんですよ、えー、youtube 配信で今回のあの君たちはどう？生きるかに関して、まあこれは駄作だって。文句言ってる人結構いるんですよね。で、そういう人たちはですね。だいたい分かったし、面白い面白いんだろうけども、これこれまでの宮崎駿作品に比べてあんまりすごくないよね。っていう風に言ってる人が。 割といるように見えました。これねなんでかっていうとまああのね今回パンフレットとかね情報がほぼ出てないんで当て推量になるんですけども宮崎駿はでですすね、ね。作画してないんですよ、ね、これまで宮崎駿はその監督であって絵、ね、コンテであって演出なんですけどもですね、えー、アニメーターが描いてきた原画をガン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 直すわけですねとまああれはあれで迷惑なんですけども。 あれのののおかかげで,です、ね、で宮崎駿の映画には魔法の粉がかかっているわけですね。マジックパウダーがあのティンカーベールが振りかける魔法の粉みたいなものであれでなんか全体の飛翔感というか飛んでる感じというかです、ね、素晴らしい感じが出てるんですけど今回それがね、まあ、ほぼないんですね。あのね、あのものすごいイメージが足りないというかね。冒頭のシーン映画始まって5分か10分は腰抜けるほどすごいんですけどもそれ以降は僕は。 ああ、なんかそういいねいいねぐらいであってうわ何これっていうのがですねちょっと最後までない感じでした。